1946年に撮影、原口東蔵は、日本の詩人。20歳のエチュードの著者として知られる。朝鮮半島の慶城府生まれ、大連一中を経た後、旧満州国のところどころを転々として、第一高等学校門下に入学。この間のルテンが彼の精神に深く影響を与えた。一高入学後は、上級生である、清岡化域のほか、 橋本一名、中村実ると信仰を結び、乱暴に傾倒する。寄宿寮内では、美目修麗な秀才詩人として有名であったが、フランス会や文芸部の二、三の友人を除き交友もほとんどなく孤独であったという。一校在学中には、校内誌などに、海に眠る日などの詩を発表していたが、終戦前に校内誌に掲載予定であった、暁の死者、忘却のカナダへ、 の二編の詩は、印刷所が空襲を受けた際に消失した。一高三年在学中の1946年10月2日に、自殺未遂、10月25日図紙海岸で受水自殺を遂げた。生前に執筆していた20歳のエチュードが、橋本一名によって死後編集され、1948年に遺著として刊行された。遺著となった20歳のエチュードは、 溶接した詩人の書として人気を集め30年以上にわたって番を重ねた。文芸評論家で原口の後輩にあたる高橋秀夫は戦後氏は原口東像を発見するところから歩みを始めたと高く評価し彼の自殺については唐木純造の自殺についてでも扱われている。また生前信仰のあった清岡拓域は海の瞳で原口を描いている。 一方で、評論家の中村光雄は、文学が人生に及ぼす害悪の一例として批判している。また、原口の周辺にいた学生らを、自殺教唆者たちと非難する声もあったという。自らを、原口病であると称するほどに、20歳のエチュードに、強く感化された長沢信子は、発刊から1年後に17歳で、服毒自殺した。長も、また、 移行中が高く評価されている。ありがとうございます。